秋田市藩学校は第二次世界大戦中の1943年に秋田県に設置された市藩学校である。本校は秋田県市藩学校、秋田県女子市藩学校などの前身諸校を含めて記述する。1873年創立の伝習学校を起源とする。秋田県市藩学校、秋田県女子市藩学校の統合、管理追管により設置され、 男子部、女子部を置いた。第二次世界大戦後の学生改革で、新生秋田大学学芸学部の前身の一つとなった。同窓会は、朝日水海と称し、旧制新生行動の会である。伝習学校太平学校級秋田県市範学校9、秋田市範学校秋田県人情、市範学校秋田県市範学校秋田女子市範学校、 秋田県女子市範学校を秋田市範学校前身の秋田県市範学校から引き継いだ秋田市ほどのあざ原の町24番地のコーチを使用した。ほどの校舎は更新の新生秋田大学学芸学部に引き継がれ、1963年10月、現在の手形キャンパスに移転完了するまで使用された。旧ほどのコーチは現在、秋田大学教育文化学部附属校に、 使用されている。前身の秋田県女子市範学校から引き継いだ、秋田市東猫山町63番地の校地を使用した。1948年、男子部、女子部の付属校が男子部付属側に統合された際、付属幼稚園は女子部校地に置かれた。付属幼稚園は1968年まで同地に残された。ありがとうございます。